こんばんは、ドラムのマリです。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。今日はアルバムメアリーズブラッドよりイグナイトを叩いてみました。この曲はすごくロックで前乗りの食ってるリズムが気持ちいい曲だなと思っています。自分がかっこいいなって思うフィルインだったりとかリズムを織り交ぜた曲になっていて、私のお気に入りポイントとしては、まず1番のA メロの終わりから B に行く直前のフィルでタタタタタっていうタッタっていうところをハイハットでクローズでキックと一緒に踏んでる、アクセントにして踏んでるんですけど、そこがね結構もう叩いてて、あ、決まったっていう感じでね、すごく気持ちいいポイントでお気に入りですっていうのと、あとはなんといっても最後のサビですね。リズムが速くなるところがあるんですけど、そこをツタ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 っていうリズムに変わると、倍になるとね、ものすごくテンションがやっぱり上がりますよね。自分がもともと好きなリズムっていうのもあるし、こうライブで盛り上がってくれる光景が目に浮かぶなっていう感じなので、その辺が自分的推しポイントです。ドラムのリズムを決めるときに、最初は打ち込みでいろいろ考えるんですね。ここのリズムはこうしよう、あしようって言って、フルコーラスを完成させてこんな感じで叩くよっていうのを作るんですけど、それの段階でも何パターンか作って、ドラムに関しては自分がかっこいいなって思う、フィルインだったりリズムだったりっていうのをかなり織り交ぜて、こう自由度の高い感じで叩いてる曲になってます。でこの叩いてみた動画なんですけど、こう一発でおいいじゃんっていうのが決まったなっていう感じのプレイを撮りました。ということで、また次回も楽しみにしててくれると嬉しいです。では、ありがとうございました。